日常。今日も始まりましたファンドマンの日常。 ABF キャピタルの代表の熊原です。同じく取締役の伊達です。取締役の中野です。取締役の蔡です。自順目、これ何も言わずにできる。じゃあなんか2巡目終わった後ぐらいで何かの情報を開示しようか。あ、情報開示が平均値とかにする。ああでもいいし、なんか今までで一番多い数字とか多いそのあれとか何でもなんか知りたいやつ。じゃあ攻めない方が良かった。じゃあ2巡目。2巡目多いのいくよ。お作り。うわ、それはだいぶいったね。やってるわ。お作りの表記は尾がひらがなで作るに、うん、はあり、うん、ありおお。え、マジやばい。お作り出たわりました。ちょっとここで攻めるか。じゃあ俺も、いやでもな、1件目相当絞ったから2つ目も絞って、うん、情報を得てから攻めた方がいいかもしれない。3件目あー確かにね。僕はもう超少ないのでいって、怖いな。ゼロ当てたらすごくできる。ゼロ。ゼロと検索引っかかんないから NG って言われる。そういうこと。1とか言ったら1とかこの店しか出てくる。ファインラーメンみたいなやつ。じゃああれだ、ハモラーメン。ハモラーメン。ハモラーメン。それは和食なのか。ハモロのラーメン。和食じゃない、違うから。ハモラーメン。ラーメンって一応中華じゃない。ジャンルは。和食で出てこない。まあ、でも多分今の季節。うん。刃物をこう出しようと。じゃあやめよう。じゃあ、ほうじ茶プリン。ほうじ茶プリン。ほうじひらがな。ほうじ茶プリン。じゃあ、まだ相当少ない。20件くらいです。カタカナプリン。相当少ない。これだとかなり絞った。自分で言ったじゃないけど、だったらハモラーメンありだったかもね。確かに。間違ってよかった。よりギリギリの和食を狙ってどうしても付き合わせてくる。スコーンとかもやったけど、まあいいや。同じ発想だよ。わ、完全わかる。はい。タコの卵で、タコカタカナのひらがな、卵。卵、卵漢字。どっちの？あの、一文字の。一文字の卵。タコの卵。タコの卵って何？なんかあの、こういう丸いスライムみたいな、包丁入れるとワサッと出てくる。ワサッ。ズズってやつだよね。ズズってやつ。タコの卵は一番少ないんじゃない？鈴木の洗い物。鈴木の洗い物は相当少ない。相当少ないと。じゃあ、伊達ちゃん。抹茶。抹茶。内包されてんの俺のは。あ、それはほうじ茶。ほうじ茶だ。小さな方が大丈夫だよ。抹茶。じゃ抹茶多いだろう。いそれか、あらゆるジャンル。抹茶ね、和を超えたい。いや、スタバも出てるから。もうね、漢字抹茶。漢字抹茶。もう今、伊達ちゃんはね、オールジャンルで言ってよ、今。やばい。セブンイレブンとか入ってくるよ。セブンイレブン、セブンイレブン。セブンイレブン食べられる。一気に食べる。山形牛。もう、それは結構ありそう。そこれもまあまあジャンルが広がるんで、焼肉とかが入ってきそうだね。焼肉、すき焼き、ただちょっと艶あるから多分全部に入ると思う。ちょっとあとは情報もらってくる。はい、今2巡した。2巡した。じゃあ、なんか情報を開示タイムにしようか。何の情報を知りたいとか、いいよ、みんなで。何がいいかな。いいか。最大値、最小値。マックスミニマム知りたいね。マックスミニマム。今まで出た10個の中での、うん、それ何で何件、何で何件、数字だけ。仮説あるじゃん、多分抹茶マックスだろうなとか。そうだね。じゃあ数字だけにしよう。うん、マックスミニマム。おお、言っちゃっていいのこれ。まあでもそれさ、マックス行った瞬間3万超えてるパターンは、まあ、それでもしょうがない。抹茶だろ、それ絶対。それ抹茶だろ。言っちゃって大丈夫ですか。大丈夫です。マックス、じゃあ一のくらい変えようか。そんな刻む。いいよいいよいいよ。一のくらい。うん。七。うん。十のくらい。うん。五。五。うん。百のくらい。八。うん。千のくらい。三。うん。ここだよ。一万のくらい。九。おい。九。そんなに。九万三千八百五十七件。お作りなさい。それ本当に店の数だって9万件って言ったら、ね、だって40万件の日本に存在している飲食店の 20% 以上が抹茶の口コミかかれるって。なんかちょっとあれか、じゃあ口コミ検索で調べてみようか。
そのさっきの。あ、そうだね。口コミ件数検索なんで、それ以上だったらまあ。母数40万前提で、まあ、ね、10% でいい。そう、10% でいいかなと思ってたから、抹茶結構いい線いくかと思ってたら、9万か。25%。さすがにそれは、聞いてんのと違うって。ああ。いや、店舗数だと思うな。うわ、そうなんだ。口コミってか、もう抹茶って言っちゃうけど、抹茶って言っちゃうけど、抹茶を口コミ検索したら、30万件ぐらい。29万5560。まあでもやっぱそうなんだと思う。あれなんかも普通に洋食系もデザートだけ抹茶のなんとかが出るんだと。抹茶ってすげえな。すげえ。どんなお店でもやっぱ出すよ。出し出したことないお店ってないんじゃない、抹茶系を。いや、そんなことはないと思うけど。でもまあ少ないだろ。まともなお店行ったらもうどっかで出すんだね。ね、日本で出してると別におかしくない。どこで出てたら。なるほど。はい、なるほど。いや、出しやしもう。出しやもう。マイナス9万件。マイナス9万件。どういう確かに。今からってバーストしなければ。あれ、ミニマムは？あ、ミニマムはね、13件。これなんだろうな。鈴木の話じゃないやっぱり。鈴木の話13か。はい。でも結構ね、はい、思ったよりある。多分あるんじゃない？鈴木の話ってまあまあメジャーな料理だったんだけど。今口に出したことない。鈴木の話。口に出したことない。じゃあ30目。いい、他その情報だけで大丈夫。OK。じゃあ最後、ファイナルチョイスを。待って。抹茶9万。どうしよう。いや、私絶対ギリギリ攻めた方がいいと思うんだよな。はい、なさそうなやつ。抹茶は、金目鯛の煮付けとお作り。うん、ね。相当やばい。てか、なんかマストしてる可能性あるから。煮付け食った後にお作り食ってるからね。そうだね。まあ、やっぱ魚でいくんじゃないか。魚だって。最後、3品目。魚ちゃんの魚。やっぱこの辺の、でもちょっと、エレガントな注文も、ね、技術点。芸術点になるか。なるほど。菜の花のおひたし。うん、おー、あー、まあ、おひたしはを浸すだけ漢字で送り仮名あり。どうしよう。菜の花のおひたし。でれん。さっぱりさせて終わった。そう、なんかどんどんなんか先付けに近づいていく。どうしよう、はい、俺閉めちゃったよ。おじちゃんプリン。何行こう。お土産じゃね。お土産か。おこぎ。じゃあ俺、最後とは3万を狙いに行くから、うん、おにぎり。おお。ああ。ひらがな。おにぎり、ひらがな。おにぎりってジャンルになってるから大丈夫か。確かに。確かに。どうだろう。なってる。ジャンルだから出ない。ああ、おにぎり。くそ、おにぎり多分出ないな。うん、あれこれ3万超えてもいいんだもんね。一番近いで。そうそうそう。ゴチルールだから。そうだ、確かにゴチルール。私は一番近くなるから。大丈夫だよ。全員誘導していけばいいんだ。全員。じゃあ、うわ、むず。毛ガニで。おー、漢字。毛が漢字で、カニヒ。ひらがな。あ、ひらがな。ひらがな。カタカナも漢字も。どっちだろう、毛ガニってみんな、あ、携帯やつ漢字か。全部漢字で。毛ガニ漢字で。漢字2文字ね。うん。レレン、サードが毛ガニ。もしかして。おー、はい。OK です。抹茶で9万。聞くと、まあ、一発3万は多分行ってない気がするんだよな。発寸でも。どうしよう。じゃあ、シー魚。強いに魚で。いや。ちょっとかける2ぐらいを狙いに行った。うん、まあ、8000より多分ちょっと少ないとは思うけど。少ないね。魚ってあの、酒の魚なんです。酒の魚な。漢字2文字。漢字2文字。はい。気持ち 1.5 倍ぐらいしに行ったイメージで。はい。じゃあ。私はどうする？なんか紹介試合だから最後好きなの食べなよ。好きなもん食べな。じゃあ今一番食べたいの何かな。そしたら和食だけが結構出てくる。和食サイトの和食判定があるから、ね。確かにそうか。危ない危ない。ジロー和食なの。和食のフィルターがフィルターかからじゃあ日本で生まれたから和食なんつって。じゃあすだちのそうめん。すだちはすだちはひらがな。ひらがな。すだちのそう。そうめんはそうめんもひらがな。あ、全部ひらがな。うん。すだちのそうめん。はい。うん、OK。最後、ラストコール。最後。もうでもね、うなぎ。おぉ、攻めてんな。攻めた。ジャンルになりそう。ジャンルになりそうだよ。ジャンルになりそうだよ。漢字。
だけど漢字1文字で出るかな。いや、わかんない。なんかジャンルがひらがなな気がする。出ない、うん、いや、なんかね、いや結構攻めないと俺足りない気がしてんだよね。そのから揚げ、あーから、あーどうだろう、からもあも、漢字で、ゲだけひらがな、ゲだけひらがな、うん、あ、もしかしてこれもじゃあるある、ある、打ち込みから揚げ、打ち込みから揚げ、あー、OK、あるある、めっちゃ笑ってる、ね、笑顔が伊達ちゃんに近づいた可能性もわかんない、なんかそれっぽい雰囲気感じてる、それっぽいかもしれない。でも、唐揚げくんとかひらがなしな、うん、これで終了、うん、はい、しまい。さあ、じゃあ結果発表、うん、どういう感じで、じゃじゃん、まあ、でも一番離れて遠い人からでいいやつ遠い人からでいい、あれ、なんかさ、4位からじゃない、こういうのって4、3、2、最後でも、遠い人からいや、9万円は分かんないよ。どうしてゴチ形式にするか、じゃあ。2位、3位は上からかな。2位から発表する。2位。2位。ちょっと待ってよ。3万円との差分を計算する。そんな際どい感じだ。パッと見では分かんないけど。いや、そう、ちょっと。いや、一応。2位。2位。熊原。おぉ、やっぱちゃんと合わせて。だって、熊原は。全部で6131。全然足りないよ、足りないよ、チキリス相当勝負してる、足りないよね、めっちゃ足りないんだ。いや、そう、足りないよね、やっぱり。でもまあ5万超えてる側の人がいる。ちょっと待って、ごめん、間違った。お、あれ、2位は熊原じゃないわ。先に、じゃあ熊原何位か。熊ね、3位。あ、全然全然、じゃあ上に結構オーバーした人いる。で、6131、うん、だからマイナス23,869、足りない全然足りない全然足りない。で、改めて2位、うん、2位は、まあ、熊とも割と僅差なんだけど、うん、長松、上だよね、さすがに8,990、マイナス21,000、全然足りてない。8寸少ないんだ。8寸6403、うん、おー、じゃあいい刻み方をした。タコの卵213、シーザカナ2377。シーザカナ3人がやっぱ1.5倍。で、クマの内訳は確かに内訳になる。鈴木の洗い13、ほうじ茶プリン1125、ケガニ4993。確かにね、なるほど、なるほど、まあ納得か、うん、で次が4位、うん、ダテちゃんだと面白い4位ね、ダテちゃん、4位ね、ダテちゃん、じゃあ俺これやべえやつ、お作りか唐揚げ、だってお作り、あれ3巡目だっけ、お作りって言ったの、うん、あ、そっか、違うでしょ、だってそれお作り2巡目でしょ、だから俺なんだ、3巡目で超えてった、そうね、伊達ちゃん、エビの天ぷら6837、抹茶93857、すだちのそうめん6、最後最後ジャップすごいね、合計107007700オーバーで4、7700オーバーや、カンデさんすぎちゃったいや、これ私買ったんじゃね、いや、そう、いや、どうよ、これ どっちを発表しますか、じゃあ1位を、1位はね、アイちゃん、おー、アイちゃん、金メダルにつき2903、お作り44,225、菜の花のおひたし1137、合計48,250、すごい、ビリーはね、何やったの、サイくんね、唐揚げ吹き飛ばした唐揚げね、やばかったよ。いや、サイくんね、すごい良かった。白玉18,300、めっちゃいい。山形牛2580、刻み方すごい良かった。そう、だからこの時点で21,000ぐらい、だから数千ぐらい持ってくればめちゃくちゃ近かったのに、唐揚げ16万、いや、もう伊達ちゃんじゃないけど、嘘じゃない店舗の16万円のね、40%50%の仕込みに唐揚げがあるところに、あゆの唐揚げとか、いろんな唐揚げ、あゆの唐揚げとかも入っちゃう、平仮名に書く、まあ、そもそもさ、おばじゃない料理ってめっちゃあるはずだよ、マジで。まあでも確かに中華料理とかなんか、でも出すもんね、何でも唐揚げ、そうか。それもう一個、海ぶどうで迷ったんだよ、絶対そっち海ぶどう全然ないと思う、海だけ感じで、逆に海ぶどう、じゃあみんなでさ、いくつぐらいか、今の情報を別に、海ぶどうどれぐらいなんだろう、海ぶどうせいぜい2000、そう、数千、2000だと思う、海ぶどうね、
4,861 円、それで勝ちだった。だから25,000海ぶどうだとしたら、それで勝ち25,830めちゃめちゃ1位そっちだったから足りないと思っちゃって唐揚げは唐揚げ行き過ぎた抹茶越えの唐揚げ16万最後にドボン16万から引いてシャイ君が80万件中16万全身払いしないとお土産分も見せちゃう唐揚げってバルとかそういうところでも出てくるもん、うん、結構圧倒的に足りないと思っちゃってたんだよね、うん、まだ数千しか刻めてないんじゃないかと思ってた。いやいや白玉が多かったね。白玉じゃないやつも1万近い2581山形県。というわけで、うん、いや意外に面白い優勝の愛ちゃんということで、イエーイ。何かあった？何かない、ない、ないよかった、安心した、安心した。何かもし何か愛ちゃんにプレゼントがあるんだったら最後絶対罰ゲームだな。お外しもいいと思う。でも唐揚げめっちゃあげて持ってる。唐揚げめちゃめちゃ作ってよ。じゃあ唐揚げくん買ってよ。はい、マジで帰り唐揚げくん。また来週ありがとうございました。ありがとうございました。